はい、こんにちは。今日もですね、はい、お世話になっているこっち、Amazon さんから商品届きました。開けてみましょう。はい、今日紹介するのはこちらですね。エアポンプになります。水作さん、まあ、有名ですね。こういった水槽の機器なんかだと有名なメーカーになるんですけれども、水作さんから出ている低振動超静音高圧力群を抜く静けさ推進シリーズの、はい、こちら SSPP3S になります。ですね、こちら、私ランチュー買っているんですけれども、ちょっと問題が出てきました。はい、こちらね、今使っている水槽で、はい、このように元気に泳いでますけれども、はい、ニューフラワー使ってるんですが、今音分かりますかね。これ空気抜いてて、これなんでつけると、はい、こんな音になってしまってます。で、中開けてみたんですけれども、磁石とですね、コイルの部分がぶつかってしまってこんな音が出てました。ちょっとね、手を加えれば、まあ、静かにはなるんですけれども、もう買って結構なるので、そろそろ違うのに変えようかなということで買ってみました。こちらもともと使ってるのは一回り小型の SSPP7 というバージョンですね。はいはい、内容はですね、至ってシンプル。本体と説明書以上になります。チューブとはね、入ってないので注意してください。はい、このようにですね、はい、ラインナップ SSPP2S と 3S と 3S と 7S と3つ、3種類ですね。今使ってるのこちら 7S になりますが、桃はなんか大きいタイプになります。はい、こちらですね、今使ってるのと違うのは、ここでですね、空気の量を調整できます。ダイヤルを回すとですね、ちょっと硬いんですけれども、片手だとちょっと回せませんね。はい、ここで回せます。水槽の適合サイズはですね、こちら45から60センチ水槽に適していると書いてありますので、今使っているのはですね、この 7S なんですが、これで60センチ使ってますが、まあ特に問題はないですね。ただもう一つのポンプも使っているので、これだけだと心も、7S だけだと心もったないかなと思います。今回の 3S ですと、はい、このようにですね、消費電力が少し上がっておりまして、最大空気の出る量もですね、2000cc から 2500cc とパワーアップしております。その分ですね、電気料金も10円ほど1ヶ月、まあ、ずっと1ヶ月使いっぱで60円だったら、50円から60円の10円の差だったら、まあ許容できるかなと思います。はい、ちょっと今のと比較してみましょう。はい、こちら取り外しました。こちらが SSPP7になります。はい、これぐらいですね、大きさ違いますね。はい、この大きさの違いで、まあ、消費電力とかですね、パワーも違うということになっております。では変えてみたいと思います。はい、めっちゃ静かになりました。これ外すとですね、はい、こんなものの音です。今これマックスですね。はい、マックスで、はい、結構出てます。こんな感じで、はい、今までのよりですね、だいぶ今量が多いので、ちょっと絞ろうと思います。ここのダイヤルをですね、回します。はい、7割ぐらいにですね、ちょっと絞りました。はい、非常に静かになりましたね。はい、もう定番中のエアポンプで、これ間違、これ買っとけば間違いないかなと思います。はい、ということで今日はですね、水作さんから発売されている推進エアポンプ SSP の 3S をご紹介いたしました。はい、どうもありがとうございます。